略式小鳩のポーズを始めます。左足を無理のない程度に後ろに上げましょう。そして反対の右足も体に無理のない程度に引き寄せる感じになります。ループを右足にかけます。そして内ももから腰にストラップを回し、ひと巻きですね。そのまま右足のすねにかませてキュッと締めるような感じになります。腰を支えます。左の手で足の甲を持ってください。そして右の手は床に置きます。体を支えるような感じ。膝を少し後ろにずらし、息を吸い吐きながらももを伸ばし、そして次に足の付け根を伸ばし、最後にお腹を伸ばすような形で体をずらしていきます。ゆとりがあれば少し上体を起こすようなイメージです。さあ息を吸って吐いて、もう一度息を吸って吐いて、最後に一呼吸、息を大きく吸って吐いて、ゆっくりと手を離して元の位置に戻します。今度は右の手を頭の上、そして左の手を上から重ねます。しっかり握っていただいて、頭の後ろに肘を少し開いて、目線は右の肘、息を吸って吐きながら左手で右の手を引いて、体をゆっくり横に倒します。息を大きく吸って吐いて、もう一度息を吸って吐いて、最後息を吸って吐いて、ゆっくりと体を戻して手を外します。手が上がらないまたは後ろに回らない方は、息を吐きながらゆっくりと体を倒しながら肘を上げていく。大丈夫だったら後ろに回す。こちらの反対の手は後ろに回らなければ床に置いても構いません。脇が伸びるような感じ。